はい、酒好きな元新潟人の石戸です。今回は、第3のビールですね。札幌のプラチナクリア、麦とホップのプラチナクリアですね。こちら、リニューアルしたみたいで、新しくなってます。以前も飲んだんですけど、これ美味しかったんでね。これ美味しかったよな、確かな。アルコール度数 5%。プラチナモルトとプラチナホップを一部使用。原材料が発泡酒、カッコ、麦芽とホップと大麦とスピリッツ、カッコ、大麦となっております。これうまかったよな、かなり。これ前飲んだけどすげえうまかった気がするけど。もうリニューアルしたんだ。前青くなくて、銀色だったんだよね。白っぽかったよね。パッケージね。プラチナクリアと。これうまかったよな。乾杯。あれ俺プラチナクリア俺まだあれかな、昔飲んだよねプラチナクリア、ね、あれなんかマヨが薄くなってないか、なんかそんなにうまいと思えない、あれおかしいな、こんな味だったっけ、リニューアルしてなんかまずくなってない、薄くなってない。ものすごく薄くなってない。あれ？あ、もしかしてこれまだ俺、あれしてないか。動画投稿してないな、さては。まだ動画がたまりにたまってて、プラチナクリアがまだ、現在、まだレビューが、されてないのかな、もしかするとプラチナクリア前飲んだ気がするんだけどな、前飲まなかった、プラチナクリア、飲んだよね。あれおかしいな。そんなになんかうまいって感じじゃないっすね。おかしいな。あ、飲んでる飲んでる。パート1109で、9番で飲んでますね。4つ星つけてます、ね、のプラチナクリアという、商品が出ました。新装会計、アルコール度数 5%、原材料が発泡酒、あれこんなクソまずかったっけ、さっぱり、こんなまずかったか、あでも結構前ですね、半年ぐらい前だ、半年以上前。こんなにまずかったっけ？バリーがして結構飲みやすい。爽快系です。爽快系です。いや、こんなにまずくなかったって。絶対。もっと、香りがあったよね。うん。で、色もなんか薄いし。こりゃダメだな。薄くなりすぎじゃない？香りまで死んでない？昔のやつ、ちゃんと香りあったんだよ。
もうね、薄い。味が薄いし、なんて言ったって香りが全くない。ゴミみたいな香りになってる。前のプラチナクリアうまかったんだけどな。ということでね、これ、これ、キュウリのキムチ漬けです。自家製。自家製キュウリの。うん。うま。キュウリ大好きなの。うん。うめ。これ、いや、コクがないのはまあ分からんでもない。分かる。うん。はあはあ。コクもない、香りもない。んで、味もないで、いいとこ一つもないじゃん。こんなん。前のやつの方が数倍うまかったけどな。まずくなってるよ。これならお前、まだクリア朝日のマシだぜ。麦とホップの、ねえ、うまさ、これって、麦とホップ名乗ってるわけじゃん。ね、ここに麦とホップって書いてあるんですよ。だから麦とホップのプラチナクリアなんです。なはずなのに、麦とホップって、麦とホップの良さって割とコクがあって、第3のビールにしてはコクと香り、バランスがいいんですよ。特にコクっていうか、重さっていうのかな。こう、ちょっとずっしりした感じの味なんですよ。うん。それが、なんか、全部、なんか消えた感じ。うん。まあ、夏に飲む分にはいいのかもしんないけど、でも夏に飲むんだったら、ぶっちゃけた話、夏に飲むって言っても、ビールは、まあ、コクがないやつ飲むわけじゃないですか、夏って。でもこれはね、コクがないのはもちろん、香りもないんですよ。で、やっぱビールってさ、香りが重要で、麦の香りとかが重要じゃないですか。うん。夏でもね、麦の香り、香りが強いやつの方がやっぱ美味しいと感じるわけですよ。当たり前だけど。これはコクもなければ香りもないんで、もうお話にならないですね。
なんか、炭酸水に、香りつけた、ちょっと、香りつけた炭酸水飲んでるような感じですね。言っちゃ悪いけど。これダメだ。あ、今日4月1日です。エイプリルフールですけど、俺は、エイプリルフールは、俺は基本的に嘘つかない人間なんで、嘘つかない人間なんで、俺かなり正直すぎてね、逆にね、嘘つかなすぎてね、正直すぎてね、結構何度もね、口からね、ついね、うっかり正直なことを言うとね、言ってしまって、結構何度も泣きを見てるんですよ。うん。だからね、素直な人が好きとか言うじゃん、女の子がね。でもね、実は素直だとね、ダメなんですよ。適度に嘘つけないと、本音言っちゃうとね、大体嫌われますね。俺がその例ですね。大体嫌われる。2322です。ご視聴ありがとうございました。